リグ1、または DNA リガーゼ I は、人ではリグ1遺伝子にコードされる酵素である。DNA リガーゼ I は DNA 複製と修復に関与している基地の唯一の真核生物型 DNA リガーゼであり、そのため最もよく研究されているリガーゼとなっている。DNA 複製が DNA 2本鎖の切断を介して行われる。 ことは知られていたが、その鎖をライゲーションして元に戻す酵素や、その作用基準は不明であった。レーマン、ゲラート、リチャードソン、フルビッツらの研究室の大きな貢献によって、1967年になって DNA リガーゼは発見された。ニックを持つ DNA を修復している DNA リガーゼ I リーグ1遺伝子は120、K、だ。九919、残機からなる。 DNA リガーゼアイと呼ばれる構想をコードする。DNA リガーゼアイは、N マッタンの複製工場標的化配列、続いて各極材化配列、3つの機能的ドメインからなる。3つの機能的ドメインは、N マッタン側から DNA 結合ドメイン、触媒を行うヌクレオチジルトランスフェラーゼドメイン、CE マッタンのオリゴヌクレオチド、オリゴト結合ドメインである。 N 末端部分は触媒活性を持たず、細胞内での活性には必要ないが RFTS を含んでおり、複製工場と呼ばれる DNA 複製部位へのリクルートに利用される。DNA リファーゼ I の活性化とリクルートには翻訳語就職が関係しているようである。N 末端の4カ所のセリン残基に対しリン酸化が行われ、セール51、セール76、 セール91のリン酸化はサイクリン依存性キナーゼによってセール66のリン酸化はカゼインキナーゼによってそれぞれ行われる。ロッシラはセール66が脱リン酸化されている時に RFTS はピークナと相互作用すると提唱しておりトムラによってインビトロでの確証が行われている。どちらのデータも DNA リガーゼ I の N 末端領域がインビボで 核内での酵素機能を調節する役割を果たすことに対する妥当なエビデンス提供している。さらに、触媒を行う C 末端ドメインにはサイクリン結合モチーフが同定されており、変異体解析からセール76とセール91のリン酸化に関与していることが示された。N 末端の複数のセリンが CDK と CK2 の基質となり DNA リガーゼアイが 細胞周期の S 期に複製工場へリクルートされた際に RFTS とピークなどの相互作用を調節しているようである。DNA リガーゼ I の構造の模式図 DNA リガーゼ I は DNA 複製と塩基除去修復過程で機能する。真核生物の DNA リガーゼ I が触媒する反応は科学的には全てのリガーゼと共通である。 DNA 複製と修復の双方で DNA リガーゼ I はエネルギー的に有利なライゲーション反応を行うためにアデノシン酸リン酸を利用する DNA 複製は真核生物の細胞周期の S 期の間に起こる DNA リガーゼ I は DNA のラギング差で DNA ポリメラーゼデルタによって RNA プライマーヌクレオチドが DNA ヌクレオチドに置き換えられた後 非連続的な DNA 合成によって形成された岡崎フラグメントの連結を担う。岡崎フラグメントのライゲーションが適切に行われず、ニックを含む DNA では容易に日本左切断が起こり遺伝的変異が引き起こされる可能性がある。これらのフラグメントのライゲーションは3つの段階を経て進行する。酵素へのアデノシン一輪酸元の深い AMP の d n a への転移ホスホジエステル結合の形成によってニックを閉じる DNA リガーゼによるニックシーリングの機構、アデニリル化の際 ATP のアルファリン酸元は触媒リジン残機からの嗅覚攻撃を受け DNA リガーゼ I の活性部位のリジンと AMP が共有結合した中間体と無機ピロリン酸が形成される AMP の転移段階では DNA リガーゼアイは DNA と結合してニック部分に位置しニックの五リン酸部位での反応を触媒するニックの五リン酸のアニオン性酸素が嗅覚剤として機能しリジンに共有結合している AMP のアルァアリン酸元を攻撃し AMP が DNA に共有結合した中間体が形成されるホスホジエステル結合を形成するためには DNA AMP 中間体は除去されなければならない。五輪酸元は上流の酸大きからの急角攻撃を受け、それによってホスホジエステル結合が形成される。この急角攻撃の間、AMP 機は五輪酸元を脱力機として押し出し、ニックは閉じられて AMP は解離し、DNA ライゲーションの一サイクルが完結する。最適ではない条件下では、 反応が完結する前に、リガーゼが DNA から乖離してしまう場合がある。例えばマグネシウム濃度が低い条件下では、ニックシーリングの過程が遅くなり、リガーゼはアデニリル化中間体を残して DNA から乖離してしまう。こうした中間体は、ホスホジエステラーゼの助けを借りなければ修復できない。ホスホジエステラーゼのアプラタキシンは、こうした中断された、 DNA 中間体に作用して AMP リン酸結合を加水分解し、リガーゼが反応する前の初期状態を回復することが示されている。塩基除去修復の2つの経路 DNA リガーゼ I は塩基除去修復経路の最終段階で1本、鎖リ DNA 切断のライゲーションを行う。DNA の窒素含有塩基が活性酸素種、毒素、 電離放射線などの環境の危険因子によって損傷することはよく起こる。バーは損傷した塩基の除去と痴漢を担う主要な修復経路である。リガーゼ I はロングパッチバー経路に関与しており、一方、リガーゼ III はショートパッチバー経路に関与している。LP バーは4つの段階を経て進行する。まず、DNA、グリコシラーゼがエグリコシド結合を切断して、 損傷塩基を乖離させ、プリン、またはピリミジン塩基が存在しない APV が作り出される。次の段階では AP エンドヌクレアーゼが APV の5末端側にニックを形成し APV はデオキシリボースリン酸残基となる。LP バー経路ではその後 DNA ポリメラーゼが5から3方向へ新たな塩基をいくつか合成し5末端に DRP が存在する。 DNA フラップが形成される。このフラップは、フラップエンドヌクレアーゼによって切断される。この切断によって、ニックを含む DNA 差が残され、DNA リガーゼイによる検知とライゲーションが行われる。リガーゼイの作用は、LP バー経路の他の酵素、特に AP エンドヌクレアーゼと DNA ポリメラーゼによって促進される。DNA リガーゼ愛結を引き起こすリグ1の 変異は免疫不全や DNA 損傷剤に対する感受性の増加につながる。DNA リガーゼ愛結合を示す患者の確定症例は一つだけ存在しており遺伝性の変異アレルによるものである。この欠乏症の症状は発育不全と免疫不全である。患者由来の細胞株に基づいて作成されたマウスモデルでは変異体リガーゼによってゲノム不安定性につながる。 複製エラーが生じることが確認された。特に変異体マウスでは腫瘍形成の増加も示された。リガーゼアイは良性腫瘍細胞や正常細胞ではなく増殖中の腫瘍細胞でアップレギュレーションされていることも判明している。さらにこれらの細胞でリガーゼアイの発現を阻害すると細胞毒性効果が生じることが示されており、 リガーゼアイ阻害剤の化学療法薬としての可能性が示唆される。DNA リガーゼアイが反応を中断した際のアデニリル化 DNA の除去を担うホスホジエステラーゼであるアプラタキシンの欠損は神経変性と関係している。このことは DNA はリガーゼのエラーを修正する他のバックアップ機構がなければ再び修復経路へ入ることができないことを示唆している。 DNA の構造はよく解明され、また、その操作、修復、利用に必要な構成要素の多くが同定され、特徴付けられているため、病気を治療したり、癌と戦ったり、生物学的刺激に基づいて、薬剤を放出したりする能力を持つナノスケールの装置の開発の検討が行われている。DNA リガーゼは、こうした装置に組み込まれる可能性が高い。ありがとうございます。